ここ左行けない。これは U ターンだ。ゆっくりゆっくり U ターンしましょう。ここでこけたら最後なのでやめときましょう。皆さんおはようございます。マクルです。今日も京都でねお出かけしております。久々ですね。10日ぶりぐらいかな。だいぶ寒くなってまいりました。ナイトライダー以来かな。今日はですね、まあもう年末ということでね、今日はもしかしたら、ラストランになるのかもしれないし、何とも言えませんが、12月22日の火曜日ですね。時刻は10時半近く、10時20分ぐらいですね。天気ですよ。はい。昨日よりね、今日の方が暖かいと。まあ風が少ないので、10度ぐらいですね。だからね、直射日光当たると意外とポカポカ暖かいです。はい。皆さんどうでしょうかね、年末にかけて。あともう10日足らずですよね。早いなぁ。2020、いろいろありましたが、皆さんやり残したことないですか？ね、え一応の今年の、ね、目標みたいなのはね、ある程度は達成できましたよね。いろんなところ、パワースポット行ったり、あっち行ったりこっち行ったり、できました。まあまあ悔いのない1年ではありますが、いろいろね、まだまだね厳しいですよね。コロコロ騒ぎが第3波すんごい来てますよね。もう第1波なんかね、変じゃないよね。第3波はね、最初の頃はねめっちゃ自粛ばっかりしてて、ちょっとでもね外に出るとね、なんでツーリングなんかやってんだみたいな話で騒ぎになりましたが、今もう全然そんなことないですよね。もう慣れちゃったかな。話変わりましてね、久しぶりにね今日バイクこれ乗ったんですがね、10日ぶりぐらいで乗ったんですけどね、家の駐車場カパッとこうテントを開けたらですね、もう足跡がついてて、このシートと後ろのパッセンジャーのところと、と思ったら野良猫です。野良猫がねこの汚い足でもう踏んづけて足跡だらけでした。もう勘弁してよと。野良猫対策をやっとかないと、夜にね多分シートの上にひょこっとこう乗っかっちゃうんですよね。汚い足で乗って足跡がね、このタンクからシートから後ろまでベタベタくっついてるんですよね。シートカバーしてないので、なんかこの後ろになんか段ボールでも乗っけとこうかな。
ここら辺に置いてここを歩いていくと、片原漁港大橋、いいとこやん。これね、ここから初日の出を拝むと、ここの中継所のところね、これがいい感じじゃねえかな。周りに何もないし、多分人はここへ歩いてこれるのでいいかもしれない。ここね、散歩がてらここ来てる人結構いるからね。こっち側の公園でもいいよね、これね。でも公園は置くとこないから、あ、でも向こうにも駐車場あったな。バイクだったらここら辺で十分止めれるし、ね、ガマホルニアです。あ、なんかあの岩がカリフォルニアっぽいな。ね、ここね、いいよね。ずっと右登っていくの。
こら辺が終わりなんかな。この先まで行けそうかな。そこも釣れるとこかな。端っこの端っこまで行けそうかな。いろいろ見てくださって、コメントをいただいた方大変ありがとうございました、来年もまた年明け早々ぐらいになんか、走れたらいいなと思っております。今日はねこういう形で、皆様にお届けすることができて本当に良かったと思います。また来年もよろしく。イエイエイ、バイバイ。アクルでした。バイバイ。足を直しています。あ、なんかやばげ。これはやばいな。なんかやばくね。左行けない。ねえ、やばかったね。本当は海岸沿いを走りたかったんだけど、やっぱりねこのバイクだと U ターンができないので、やはりやめときました。いざっていう時にはねどうにもならないので。はい、ということでね、今年の2020アンクルライドとしての動画は今日で最後になるかなと思います。
大反省会というふうにして名目を打ちましたが、大してあんまり大反省会にはなっておりませんでしたね。はい、また来年もね、細々と、まあ週に1回、ぐらいの割合で回数の動画をね上げられるといいかなと思っております。今年もねたくさん、見ていただいた方も、いると思いますが、どうもありがとうございました。また来年もね、少しずつ、冬場はなかなか難しいかもしれませんが、春とかね、夏になりましたらまたたくさん毎週のごとく上げていってみたいなと思っておりますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。それではバイ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 。